ジョンマスター・オーガニックはヘアケア、ハンドクリーム、美容液などを取り扱うオーガニック化粧品ブランド。ジョンマスターによって1991年にジョン・マスターズ・オーガニックス・インクとして米国で創業し、日本には野田義宗、野田舞子両氏が率いるスタイラが広める。2016年からは日本の株式会社ジョンマスター・オーガニックグループが運営している。 ブランドのコンセプトとして地球に敬意を払うラグジュアリーなビューティーラインを掲げて営業している。オーガニックコスメ市場で最大のシェアを占めると報道されることがあるが実体データはないほどオーガニック市場が不透明な部分がある。それはつまり何をもってオーガニックとするかという根本的な定義がないからである。現在は様々な国、地域団体などでこの定義づけが 盛んに行われている。株式会社ジョンマスター・オーガニックグループは2017年9月に植物由来100%を売りにしていたが、成分表示ラベルに本来は含まれていない天然成分が掲載されていたり、掲載されていないシリコーンなどの化合物が入っていたとして、シャンプーやコンディショナーなどの26種38品目の自主回収を実施した。同社は、子会社、 ジョンマスターズ・オーガニックス・インクが商品の製造を委託していた米国の工場で不正があったことが原因として公表した。この回収にあたり同社が取った対応が消費者から大きな批判を受けてブランドイメージが大きく揺らぎ、その後の他ブランドの大きな躍進を許すことになる。責任の所在が古会社、さらには その製造委託先に転嫁され、不正がいつからどのように行われてきたか、その後詳細が発表されていない。ブランド飛躍の根幹とも言えるノンシリコーン、植物由来100%がその後歌われていない等も、ファン離れの理由になっている。ありがとうございます。